こんばんは、おやじです。今日はね、おやつのコーナーです。びっくりマンチョコ。これ開封動画やって、これがついに最後になりました。これを食べ終わって、この間買ったね、AK びっくりマンの開封動画をね、明日くらいからね、撮っていこうかなと思ってます。でね、まあいろいろびっくりマンチョコを消費する食べ方をね、いろいろやってきてたんですけど、今回はね、こちら。まあ、びっくりマンチョコがロッテってことでね、ロッテのガーナチョコ。こちらをね、買ってまいりまして、湯煎してありますね。で、これをね、どうするかって、もう大体わかると思うんですけど、こっちの方がいいか。チョコレートフォンデュで食べちゃおうってことでね、本当はいろいろね、コーティングしてキットカットみたいに しようかなとかいろいろ考えたんですけど、まあ、一番簡単なんで、ディップしてね。で、ロッテなんで合うんじゃないかと思ってね。ちょっとこういうチョコが垂れてるような感じもね、出しながら。1枚分なんでね、それではいただきます。うん、おいしい。びっくりマンチョコもね、チンしてるんで、ちょっとあったかいんですね。で、チョコがマシマシになってね、おいしい。カロリーとかすごくなりそうだけど、279kcal。 おいしいわ。バニラアイスで混ぜて食べたのも美味しかったけど、うん、これ美味しいね。これはなかなかおすすめできる食べ方です。うん、中のチョコレートもね、もう溶けて柔らかいんだよ。うん、でチンするとね、ちょっと水分抜けるのかね、カリカリ度が増す気がします。逆にこれをバニラアイスに乗っけて食べてもいいな。今度やってみますね。うん、ただ甘さが強い。うん、でも美味しいです、この食べ方。おすすめできます。これね、またチョコが違うとまたね、味も変わって美味しいのかなと思います。それではね、今日はね、ロッテのガーナチョコにね、ビックリマンチョコをディップして美味しいおやつを食べるという動画でした。ご視聴ありがとうございました。それではね、またね。バイバイ。